女子ホッケーの試合風景、フィールドホッケーは、スティックと高級を使いにチームが相手ゴールに向けて、互いにそのボールを打ち込もうと競い合うスポーツ。また、小中学生を中心に6人制ホッケーも、広まっている。先端の曲がったスティックと高級を使い、芝の上で11人ずつの2チームが、相手のゴールに向けて、互いにそのボールを打ち込もうと競い合うゲーム。男子競技と、 女子競技が行われており、男子は1908年ロンドンオリンピックから、女子は1980年モスクワオリンピックから、オリンピックの正式競技となった。ホッケー男子日本代表は1932年、ロサンゼルスオリンピックで、銀メダル。戦後では1960年ローマオリンピックに、初めて出場した。2004年アテネオリンピックで、 ホッケー女子日本代表がオリンピックに初出場した。古代エジプトの壁画に描かれたホッケーホッケーの起源は古代エジプトにあると言われている。ナイル川流域で発見された壁画にホッケーをする人々の絵が描かれている。近代ホッケーの起源は他の多くのスポーツと同様にイギリスにある。19世紀頃オフシーズンのクリケット選手たちが 試合のできない冬に始めたのが起源と言われている。イギリスにて、ホッケー協会が組織され、ルール制定されたのが1887年である。そして、1908年にオリンピック競技に認定された。日本への伝来は、1906年にアイルランドの牧師である、ティー・グレーが、慶応義塾大学に伝えたことによる。 1937年に日本ホッケー協会が組織され、同年より全日本ホッケー選手権大会が始まった。2000年シドニーオリンピックのホッケー競技にて、ホッケー場について、ドリブル自分でボールを保持したまま前に進む技術。相手をドリブルで抜き去れば、数的有利を作れ、一気に味方のチャンスになる。しかしスティックの片面でしかボールを扱えないので、 正確なドリブルをするには高度な技術が要求される。ホッケーは、サッカーなどに比べて、ファールが多いスポーツである。その特徴を生かして、ドリブルの際も相手を抜きにかかるのではなく、意図的に、ファールを取りに行くことも多い。相手のファールをもらうのは相手を抜き去ることよりも、簡単にできるので、相手を、ドリブルで抜くのが厳しいと思ったら、堅実に、ファールを取って、 味方ボールをキープするようなプレーも求められる。ボールをスティックにつけたまま体の右側で保持し、前に進むドリブル。最も基本的でスピードを出しやすい。複雑なボールコントロールを伴わないので、ミスが少なく、手元に集中しなくても良いので周りを見ながらドリブル、できる。ボールを体の左右交互に動かしながら進むドリブル。フェイントをかけたり、 相手ディフェンスをかわすときに使う。フォアドリブルに比べスピードは出にくい。習得するには、ある程度技術が必要。体の左側から右側にボールを大きく動かし、相手の右側を抜き去ることを、右抜きという。左抜きは、その反対。ボールをできるだけ正確に、幅広く、速く動かすのがコツ。相手をかわしたらすぐに前に出るスピードも重要。 抜く前に、視線やスティックの動きでフェイントをかけると成功しやすい。相手が、タックルやブロックを仕掛けてきた時に、ボールを浮かして、相手のスティックの上をかわし、相手を抜き去る技術。相手の足に向けてピックアップし、キックの反則を狙うこともできる。スティックを地面とボールの間に差し込むようにして、ボールを浮かす。浮かしすぎると、デンジャラスプレーの反則を取られる。 ピックアップと同じような目的で用いるが、チョップの場合はスティックでボールを斜め上から叩きつけ、その反作用を利用して浮かす。人工芝で有効な技術。ドリブル中に体を反転させ、ドリブル進行方向から後ろに切り返す技術。そのまま前にドリブルで進むのは難しいと判断した時に使う。ターンした後は後ろに向き直って、 バックパスや横パスを出すことが多い。自分のスティックでボールを奪いに来る。相手のスティックをブロックすること。ボールが止まった状態でガードをすると、ボールを保持している側が、オブストラクションの反則を取られるが、ボールを前に動かしながらのガードは黙認されている。ドリブルでボールをキープするために、重要な技術の一つ。自分のところへ転がってきたボールを、スティックで止めること。 弾んできたボールはスティックを立てると止めやすい。スティックでボールを打ったりをしたりして転がすこと。パス、シュート、クリアのために使われる。ゴルフのように両手をくっつけて、スティックを握り、ボールを打つ打ち方。最も強いボールを出せる。モーションも、比較的、小さく、短い時間で打てる。ただし安定してミートさせるには、ある一定の技術が必要であり。 初心者はもちろん中級者でもしばしば空振りしたり、打振ったりしてしまうことがある。コントロールも比較的つけにくく、ボールが浮いて、デンジャラスプレーの反則を取られることも多い。とにかく強いボールを打てるので、ロングパスやセンタリング、クリア、距離のあるシュートなどに使う。サッカーでいうインステップキックに近い使われ方である。スティックを握った手を、 地面すれすれまで下げて、スティックを地面と平行にし、地面を吐くようにして、ボールを打つ打ち方。比較的強いボールを出せ、コントロールもつけやすく、ミスも少ない。ただしモーションが大きいため、相手が近くにいるときには使いづらい。ディフェンスラインでのボール回しや、ディフェンダーから前線へのロングパスなどに適している。両手を離して、スティックを握り、 スティックヘッドをボールにつけたままボールを押すようにして出す、打ち方。モーションが小さく、正確なボールを出せる。しかしヒットやスイープに比べて、ボールのスピードは出ない。ボールを少し浮かして、相手のスティックの上を通すこともある。ショートパスや、短い距離からのシュートなどに用いる。サッカーでいうインサイドキックに近い、使われ方である。 スクープボールをすくい上げて、相手プレイヤーの頭上の空中へとボールを飛ばす打ち方。ホッケーには、デンジャラスプレーの反則があるので、膝より上にボールを浮かすことは、基本的に反則になるが、その例外の一つがこのスクープである。スクープは、相手の頭上へとボールを飛ばすため、相手のプレイヤーはそのボールが落下してくるまでは絶対、カットできない。したがって、 自陣から敵陣へと確実にボールを前へ運びたい時に非常に有効な技術である。ビハインドフリーヒットや自陣低い位置でのラインセットの時に特によく使われる。スクープはボールの上がり方が不十分だったり相手プレイヤーが近くにいる時に使うとデンジャラスプレーの反則を取られる。またスクープでボールを飛ばしても ボールの飛距離が不十分だと陣地を稼げず意味をなさない。そのため実戦で使うには安定して30から40ヤード以上飛ばす技術が必要である。もっぱらペナルティーコーナー時のシュートとして使う打ち方でボールを地面で引きずった後浮かして飛ばす。プッシュの発展版と言える。ペナルティーコーナーではヒットシュートを浮かすと反則になる。一方で フリックシュートは浮かしても良いので、ゴール上部を直接狙うことができる。フリックは、ヒットに比べてスピードは出にくいが、狙えるゴールの面積が広いのでペナルティーコーナーの、時に重宝する。優秀なフリッカーがいるかどうかで、チームの PC の決定率、ひいては得点力が大きく左右されるので、サッカーにおける優秀なフリーキッカーと同じく、貴重な存在となる。 ホッケーでは普通体の右側にあるボールを打つが、このリバースヒットは、体の左側のボールを打つ特殊な打ち方である。スティックを地面にと平行に抜かし、エッジを使って打つ。完全にマスターすると非常に強いボールを打てる。体の左側にあるボールを右側に持ち替えずに、そのまま、シュート、クリアできる。レフトサイドのポジションは、 左側でボールを操作する場合が必然的に多くなるため、レフトサイドのポジション、特にレフトウィングには必須技術とも言える。また、6人制ホッケーでは当初は安全面を理由に、リバースヒットは禁止されていたが、現在は認められている。相手ゴール前で、味方からのセンタリングパスや味方の打ったシュートに、スティックで触り、ボールのコースを変えて、ゴールを狙うこと。 ホッケーではサークル外からのシュートは得点にならないがサークル外で打ったシュートをサークル内で他の選手がタッチしてゴールに入れれば得点になる。ホッケーにおいてはディフェンスの際もスティックの表側しか使うことができない。スティックの裏側でボールに触ればバックスティック、体でボールを止めればキック、体で相手の動きを妨害したらオブストラクションと 様々なファールを取られる。したがって、ディフェンスの際は、スティックの表側という、限られた面積をできるだけ、有効に使うことが必要となる。具体的には、ホッケーのボールは、基本的には地面を転がっているので、ディフェンスではできるだけスティックを地面に平行になるまで、下ろし、ボールに対してアプローチできるスティックの面積を増やす、ことが重要である。 スティックを地面に下ろすためには腰を低くしなければならない。同時に相手の切り返しやスピードに対応できるようなフットワークも必要になる。スティックを地面に下ろし相手の保持するボールに対して振って奪うこと。ボールを保持している相手の進む先にあらかじめスティックを地面に下ろしておきボールを止めるディフェンス。片手で持ったスティックの先端で 相手の保持するボールを突くこと。ボールを奪うことももちろんだが、たとえ奪えなくとも、ジャブを突くことで相手にプレッシャーをかけ、ミスを誘発することができるので、相手をチェックする場合に、ジャブが利用される。また相手の視野を狭くさせて、複数のディフェンダーで囲みやすくする。ジャブを出した後は、隙が大きいので、すぐにスティックを引き戻して、元の体勢に戻ることが重要。 ホッケーでは、スティックの片面しか使えず、また左利き用スティックというものが存在しないために、すべての選手にとって、自分の体の右側でボールを扱う方が左側で、扱うより簡単である。したがって、ホッケーでは、右サイドからの方が攻めやすく、左サイドからの方が攻めにくい。この性質上、右サイドのポジションの方が攻撃における役割が大きく、 左サイドのポジションの方が守備における役割が大きい。以下で最もポピュラーな3から3から3から1システムにおける各ポジションの役割を説明する。人工芝でプレイされるようになった現在、最も多く用いられるスタイル。リンウッド CFRW、LICHRI、LHSTRH、SW、GK、 攻撃面での役割は、シュートを打つ、PC を獲得する、ラストパスを出して得点シーンに絡むことである。守備面での役割は、前線でプレスをかけることで、相手の攻撃を遅らせ、パスコースを限定し、ミスを誘うことである。ホッケーにおいて FW は絶えずポジションチェンジを繰り返すことが多く、一人の選手の役割は、試合の時間帯に応じて変化する。 攻撃面での役割は、パスをさばいて、攻撃を組み立て、時に自らサークル内に入って、シュートを打ち得点を狙うことである。守備面での役割は、終盤のスペースを見て、パスカットを狙いつつ、相手の MF のマークについて自由に攻撃させない、ことである。攻撃面では、アウトレットの起点になって、攻撃を組み立てる役割を担う。守備面での役割は、 相手の FW をマンツーマンでマークして仕事をさせないことである。ゴールキーパーゴールマウスを守る最後の砦ゴールキーパーはサークル内であれば全身を使ってボールに触れることが許されている。そのため全身に防具をつけ低いシュートに対しては足、高いシュートに対しては手とスティックで対応する。ホッケーのシュートは 時速 160km を超すこともあり、高い反応速度が求められる。シュートを弾き返し失点を防ぐことが最大の役割であるが、最後尾に位置する、性質上、味方守備陣への指示を出すことも非常に重要である。ただしこの時はエントリーが日本の他にホスト国のアメリカ合衆国と前回優勝のイギリス領インドの3チームだけだった。 東京大学フィールドホッケー部、フィールドについてない一名は、ゴールキーパーの特権を有するプレイヤーとして、扱われる。ありがとうございます。